これサムネ映えしないこの真っ黒い体。紀北町地域おこし協力隊の前川あかねです。今日はこちらに来てます。こっちが赤羽川で、ここが三つ谷、三つ谷って言ってました。今日は人生初アユしゃくりをしますということで、私一人じゃ何にもできないので先生がいるんですけど、先生はもうあっちに行ってしまったので後ほど紹介します。どうぞ。冷たい。ちょっと待って、もう冷たいんですけど。無理かもしれない。あ、でも思ったより高いよ。18度。これで18度、なんかもっと冷たく感じるんだけど。今日の先生、爆鳥太郎先生です。皆さんご存知の、絶対ご存知ですよ。今回は目標、はい、何匹だよ、1匹。そんな厳しい世界なんですか。めっちゃ、10匹ぐらい釣るつもりだった。多分厳しいです。取れていいぐらい。マジか。水が増えとるんで、はい、余計取りにくくなったんですよ。はい、ちょっとコンディションがね、コンディションがちょっとだいぶ悪いんで、それ取れたら、はい。先生、ちょっとやり方を教えてください。はい、この竿でやるんで、はい、これはショートタイプの竿なんで、ロングタイプの竿、これは水の抵抗少ないんで、はいはい、機動性に優れた、はい、これがロングタイプで、はい、多分190センチぐらいあるんですけど、うん、サバとか手の届きにくいところで使うやつ。で、基本はこっち。基本はその真ん中ぐらいのやつ。こっち、うん、手作り。手作り、お手製。軍手。この模様、軍手ぴったし。シェイ、はい。そんなのできない私。よもぎがなかったの。よもぎでやるんですか。え、よもぎ。よもぎでやるの。なんか自然の力ですね。よもぎがね、曇りになる。これしないと曇りますよ。曇ります、多分。水じゃダメなの。水じゃダメです。あの、まあ、いや、やったらまあいいけど。ああ、隠れ隠れ隠れてやれ。マジでほんま曇ってくるんで見えへんやつ。私これつけるのも初めてなんですけど。じゃあ、じゃあ、じゃあ、水で流してもらって。ちょっとゆるい。え、これ鼻呼吸できる、これ。呼吸はね、口でしてください。そうやな、調整する。ボワこれ、血がなくなったことだね。鼻で呼吸できひんで。あ、シュノーキリングやったことないな。やったことないな、初めてなの。やったことないな。オッケー。で、マウスピースみたいに、ここ、これを噛む感じ。そうそうそう、水中で息できるかどうか。息できるかな、私。まさかのシュノーケリングかないよ。とりあえず呼吸はできました。あ、できました。はい、いけるな。はい、いけます。あ、こんな感じでやるんですか。ハンターやん。すごい。おい、一匹目。ちっちゃいやつ。一匹目。はい、ちっちゃいところ。こうやって引くんですね。こうやって引くのをしゃくるっていう。そうそうそう。ああ。効果がしゃくるっていうんで。そういうこと。そう。え、そう、あれが通った瞬間にかけるで、うん。かけてで引っ張る。そう、引っ張る。めっちゃ高くなるんで。あ、どこにかけてもいいんですね。あ、どこでどこにかけてもいい。じゃあ思ったより流れ速くて。流れが速い。あっちの水緩やかな方行きます。はい。ちょっと一回ね、この中。ちょっと見てやってみて。はい。とかもうこだわらんでいいから、どこでもいい。あ、ゆい届けばいいで、とにかく引っかかればいい。で、この針で、針はこの下向き、針は下向き、うん、多分この辺におる。この辺におったから、こっち側に。あ、いいね。だから、しのける人ですよ。しのける人や。すごいね。え、なんかでかいの。そうですね。すごいね。Thank you.
った今の。あれは鮎じゃない。鮎ってやっぱ基本こう下っていくんですよね。登っていくんですか。登ってきます。あ、登ってくんの。登ってくるんで、時期によって登ったり。そうで、産卵時期になると下って下流で産卵する。よいしょ。すごい。に愛された女ですわ。ここからこことかあるよ。ここはキャッチ&リリースなんで。え？嘘よ。びっくりした。びっくりした。はい、いけますよ。はい、大丈夫ですよ。はい、やったよく取れてよかったよ。めっちゃ寒い。もう激寒。お疲れ様でした。ありがとうございました。ガクブル。いやでもマジで釣れてよかった。てか取れてよかった。しゃくれしゃくれしゃくりは釣れしゃくれ。行列もある。寒い。
いや、いっぱいいる。いつの間に？あかねって書いてあるのどれやろ。15センチぐらいね。こいつ。じゃあきっとお前があかねだ。これです。私がこうしなきゃダメか。あ、俺もこうせだから。初めてのアイシャクルで取れたんで。ええー、本当だったら2匹取れてたはずだけど。取れたんでよかった。取れたんでよかったです。ひとまずありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。シャクリするのに漁協権っていうのがあるんで、赤羽川は赤羽川、銚子川は銚子川みたいに各 漁協組合があるんで川には、うん、はい、それは買うようにしてください、はい、初心者でもシャクれます、はい、もしよかったら僕あの券売っとるんで爆笑太郎さんに、はい、僕に問い合わせしてもらったら、はい、大丈夫です。初心者でも釣れるんで皆さん赤羽川の半分死んどるけどな死んどるけどな半分来てください。ありがとうございました、はいはい。本当に疲れた。